はいどうも、ネーベルリッターです。ボーダーランズ2、前回ね、ようやく本編の方をクリアいたしまして、あとはダウンロードコンテンツとかを紹介していこうかなと思ってますよ。本編クリアで出ましたトゥルーボルトハンターモードという、まあ要するに2周目ですね。2周目がちょっとハードモード扱いで、で、ノーマルとの切り替えができる感じで、まあ、そっちのハードモードの方、敵はめっちゃ強いんですけど、まあ、とりあえずそっちでね、そっちのなんか、ハードモードを始めまして、傭兵記念日、あそこの雪だるまさんで少々レベル上げと武器とかを、まあ、充実させてきまして、今レベル41です。見てください。HP とシールドのこの、ね、1万超えましたよ。なんかちょっと感動なんですけど。ちなみに武器とかはこんな感じ。まあ、適正武器とは言いづらいけど、41になってるからね。けどまあ37っちったらそこそこじゃないですかね。で、今、一応ノーマルモードです。ね、まだハードモードがね、そこまで進んでないっつうこともあって、まあ、傭兵記念日とかでも推奨レベルがめっちゃ上がってたんでね、ちょっとダウンロードコンテンツ進めていくの。っていうか、ソロクリアできるのを、ね、ちょっと、難易度ノーマルの方じゃないと不安が残るんで、ノーマルの方でやりたいと思います。さて、それでは、行ってみましょうか。どこを開始すると、今回やるのはね、ダウンロードコンテンツ4の方の、タイニーティナとドラゴンの城塞っていうのを進めていきたいと思うんですが、また爆弾魔のボマーティナが出てきますよ。で、ファーストトラベルで、どこ選べばいいんだっけ？こう、これかな。よし、行ってみましょう。すまん、見ながらやった。よし、じゃあ行こうか。昔昔始まった。ボルトハンターたちがゲームで遊んでいた時のこと。ゲームで遊んでた。はいはい。で、世界はドカドカドッカーンの危機にありましたとさ。ああ、一体これからどうなるの。今立ち上がらなければ私たちはおしまいよ。まあ、きっとこイニシアチブを決めて。イニシアチブ、行動する順番のこと。よし、ぶん殴る。ああ、悪い、聞いてなかった。ティナ、もう一回お願い。ゴーン、ではこれより最高に活かしたテーブルトークゲーム、バンカーズ&バットーズ、略して B&B をプレイします。
本日のゲームマスターとしてこの私がシナリオを。なんでガキの遊びをしなきゃならねえんだ。ガキの遊び？この神ゲーになんつー。ティーナ、その通りよ。まあその我らがボルトハンターたちがハイペリオンのスパイをボコボコにしている間どうかなと思って、ほらキャラクターを選んで、メクロマンサーでしょ、コマンドーでしょ、セイレーン。よし、俺様がセイレーンだ。名前はブリックで超可愛い子ちゃんって設定な。はいはい、それじゃあとりあえず始めてみない。でもローランドがまだだよ。ティナ、あの人はローランドは来ない。分かってるでしょ、もうここにはいないの。きっと遅れてくるんだよね。なら先に始めよ。じゃ気を取り直して、ライスを振りな野郎ども。冒険者たちはフレームロックレフュージにやってきました。ここはいい村でしたが、ハンサムソーサラーのせいでめちゃくちゃになっています。村に近づいて詳しく調べてみる。ハンサムソーサラー、牧歌的な雰囲気の村のようです。こことは大違いで。待って、村はめちゃくちゃになったんじゃないの？牧歌的ってどういうこと？今もなし。村は永遠の闇に包まれています。永遠の闇に包まれる。不気味な音楽に変わったぞ。腐敗臭が立ち込め、死体もゴロゴロで、すっごい死体の匂いがする。ちょっとっていうかあれだよね、テーブルゲーム B&B ですか。なるほど、面白そうじゃないか。で、これもやっぱり本編が終わった後っていう設定なのね。ローランド、あの人はもう来ないっていうことは、ついこの前エンディング見たばっかなんで、ついこの前というか前回ね、うん、ローランドさん死にましたからね、ご冥福をお祈りしつつ B&B で遊んでやろうじゃないか。よし、じゃあ進めていきましょう。とりあえず道なりに進めばいいのかな。突然骸骨男たちが現れました。マジで冒険者たちを撃ってきます。撃ってきます。撃たれてるよ、撃たれてるね。大丈夫、装備も結構充実してる。対応できるはずだ。デストラップ、いや回復はいいから狙ってくんないですかね。無理や無理や。さて先に進んでいこうじゃないか。レベル34か。おお、なんか船出てきた。面白い面白い、ギミックすごいね。出るんかい、出てくるんかい、あんだら骸骨が。さすがファンタジー、骸骨出てくる。近接攻撃が得意なんですねこいつら。じゃあ俺は向こうの狙おう。痛い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 。シールド容量でかくなってもね、一撃受けたら減る量はあんま変わってないっていう。相変わらず敵の攻撃が痛いまんまですよ。下手すらね、1回で落ちるぐらいシールドが。フレームロックレフュージの入り口に近づくと、突然アサムソーサラのドラゴンが現れました。マジで不意打ちです。よし、ぶん殴る。お前そればっかだな、ブリックさん。ドラゴンが攻撃します。しかし効果はありません。マジでどうすんの。続いてドラゴンの攻撃。おーい、クリティカルヒット、クリティカルすぎだろ。ティーナ、プレイヤーが倒せないボスをいきなり登場させちゃダメだって。本当だよ、うん、なるほど、じゃあもう一回。よし、セカンドウィンド来た。なんも殺せなかったぜ。おいおいおい。じゃあね、今度のボスはスケルトン。どう？スケルトンさっきまでいたよ。名前はミスター骨オーダー骨を。骨をなんて言えや、ボニーパンツって呼んで。ちょっとカマっぽいんですけど。こんな感じ？悪くねえ。いや悪いだろ。なんでカマなんだよ畜生。
うわ、来とる。それじゃあバイバイ。てか最初おだってなったのはあれかい、ワンピースの小田栄一郎先生のことかい。小田栄一郎でよかったよな、名前間違ってないよな。なんか間違ったらファンから怒られるとかそんなんあんのかな。おっと、骨、骨が骨くんじゃねえよ畜生め。こんな近距離でスナイパーライフはちょっとやりにくいもんがあんね。さて着きましたよ。っていうか骨、うん、向こうか、向こうになんかあるっぽい。というかバッタバスが来る。なんかいる、なんかすげえでかいのがいる。ん？なんだ？なんだお前は。あれ？よーし、フレームロックレフュージに行けるようになりました。さあ、ゴゴゴン。ゴゴゴン。フレームロックレフュージってどこだい？よいしょ。とりあえず散策もしつつね、進みたい。うお。なんだよ畜生。ん？なんだ今どっから攻撃受けた？お前か。なんか壺チックだねこれ。粉砕するだった。開けるじゃねえこれ。割るんかい。さすがファンタジー。テーブル RPG。よいしょ。ん？なんだ。あーこれはなるほど、境界線ギリギリなわけね。あかん、これはあかん。よいしょ、乗れるかな。うっそ、あれ浅いぞ、浅いんですけど。ちょっと待って、これどうしろって。なんかジャパン行くのかと思ったら普通に足つくしね。浅瀬かい。でそのフレームロックレフュージとかいうところに行かなきゃいけないと。こっちショートカットもしかして。じゃあ行きましょう行きましょう行きましょうとも。ていうかあそこになんか戦ってんだよな、スケルトンとなんかでっかいロックゴーレム。ロックゴーレムそのまんまやな、ファンタジーや。トールキン先生ばりのファンタジーですよ。ロックゴーレム復活早いな、復活早いちゅうかリスボン。なんか新しいの出てきたんだけど、あああれはもうあれは無限湧きだったりすんのかね。スケルトン頑張れ、俺は応援してるぞ。さらばだロックゴーレム、あとはスケルトンだ。ちなみにこいつは仲間というわけではない、当たり前だがな。よいしょ、なんか焚き火キャンプ。なんかこっちにはぐるっと一周できるのか。いやどうしよう、ちゃんと道なりに進むべきかな。やっぱうん、ちゃんとシナリオ通りにやっぱ進んでいこうね。さてさて、じゃあその上かい、なんかでっかい門が、門かなあれは。ぽいのがあるんですけど、こっから登れんのかね。ん？なんかいるぞ。おい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 。クルトゥーバラナニクトゥー。よいしょ。やっぱ
こっちは正規の道じゃないから登れないとかそういうんですかね。登らせねえよっていうこの崖の気構え的なのが仕方がない。回っていきますかね。毎回咳してばっかですけどね。そんな何かの病気ということはない。単純に多分タバコの吸いすぎですかね。自分の好きな銘柄はクールナノブリザードなんですけれども、おっとよいしょ、がいる。どんどんスタックしていくわ。スタックしていこう。今22ですよ。最大今250くらいまで貯められるようになってるから。おっと、割と近接でもいけるな。っていうかなんかのろくなるぞ。あれに当たったらスピードが落ちるのか。なるほど、よくないね。なんか祭壇みたいな。宝箱じゃん。デスラップ先生消える大丈夫、再チャージまでここ散策しとく。おお、何事、うはは。スーカーをお見舞いしてやろう。うわ、ちょっと待って、タコ殴りに合う。アナーキー開始。あ、死んでくれたわ。さすがバズーカ砲、シールドを持っていてもコロッシブも、コロッシブ効果もあったしね。ここは別な何もないと。あ、上登れる。上登りだからなんだっていう話なんですけれども、ここ登れんのかな。登れないっぽい。もう先に進めっていう話ですよね。わかります。よいしょ、じゃあお先に進みましょうかね。とりあえずお金は取っとこうかな。緑色の火が燃えとる。はい、フレームロックフォーズ入りました。はい、ロールプレイ。何これ、雲の糸。冒険者たちは村に入りました。遠くには周囲を見張るための飛行船が飛んでいます。本当だ。ささ、どうするどうする。どうすると言われても、こんなゲームはやめる。村人に話しかけてみる。そう来なくっちゃ。そう来なくっちゃ。村人いんの？村人に話しかけてみる。あれだよね、RPG の基本だよね。村人？わ、なんかそれっぽい。おお、すげえ雰囲気出てるな。ボーダーランズって結構映像綺麗だよね。こっちは？なんでこんなところが行くかな、俺はね。目的地が向こうか。じゃあちょっとぐるっと回りながら。行けねえよ。壁じゃねえか、畜生め。あ、でもなんか無理くり行けそう。行けたよ。行けたけど、行けたけど行ってどうすんだっていう。村人に話しかける言われたはいいけどさ、村人いねえよ。村人どこにいんのさ。結構この町でかくね。お、渡れる。なんだあれ、ちょっと人ぶら下がってるんですけど。あ、なんかすげえいい音楽、雰囲気出てるね。あ、お、なんかいたよ。
住民一号発見。ソーサラーはハンサムだけどものすごい悪者なの。気をつけて。はーい。無事だったのね。その調子で頑張って。無事だったのねってそんな。気をつけて。森は恐ろしいところよ。なるほど、森に行くんだね。行動から脱出できてよかった。ソーサラーに村を焼かれてここに越してきたんだ。そのソーサラーっていうやつがなんか悪どいやつなのかね。ここ広場チックな感じ。ソーサラーのせいで孤児になったんだ。復讐どころか泣きわめくしかできなかった。見事なスキンヘッドですね。孤児になったんだって。まあ孤児、うん。女王が行方不明なの。護衛のエレノアなら行方を知っているはず。エレノアさん、もし女王がこのまま戻らなかったら俺たちはおしまいだ。あんた目赤くない？エレノアを探せってことみたいね。エレノアさんを探す。はいはい。うん、雰囲気出てるな。そんでそのエレノアってやつがどこにいるのかね。こっちか。護衛はどこなの？護衛？あっちゃー、ボードにコマを置き忘れてた。バン！出てきた。女性がいます。エリーじゃねえか。ちょっと待って。キャラになりきってね。これどう見てもエリーさんなんですけど、ちょっとスクーターの妹さんのね、ザ・ダストにいる。ほら名前エリーって、エリーって書いてるよ。エレノアじゃねえだろこれ。どうしたの？かわいい人。あ、どうも。チスチス。女王様が戻らないのよ。世界を救うって森へ出かけたきりなの。なるほど、女王様。女王はどこへ？生命の木が呪いを解く鍵だって言ってたわ。きっと木のところへ行ったのよ。生命の木ね。これで目的がわかったわね。女王を助けるために森に行きます。森に行きます。はい。結構ポンポン進むね。そんな軽いノリでいいのかっていう感じですけども。森ちょっと遠そう。あ、自販機あるじゃん。何この自販機。なんかちょっと違う。私のは魔法の弾丸じゃないが、その分お安い。まあ実弾ですよね。ぶち込んでやってください。あいよ。お目が高いですな。ポーションも防具もあるぞ。それなり。なんかドクター Z とマーカスさん、なんか神々しいんですけど、すげえ特別仕様だぜ。銃が買えるのにどうして見かけ倒しの武器を使うんです？ステンドグラスっていうのかな、なんかそういう感じの仕様ですけれども。登ってきたよ。なんかマップに表示されねえな、こっちなんかあんの。ソーサラーの奴隷になるぐらいならその前に死ぬよ。そんなこと言いなさんな。恋人はソーサラーに胸を刺されたよ。ひどい話だろ。いい胸だったのに。お前もちょっと下水ぞ。大丈夫か。何こいつ、おかしいおかしい、顔がおかしいぞお前。話すをしたら体を向けてくるだけか。なるほど。もう一回話す。見られてる見られてる。見られてるのはいいんだけど、なんか言ってくれよ。不安になるだろう。で、森への道は、森はどっちだ？よいしょ。森は危険だから入れないことになってるの。入れねんかい。でも門番は適当だからとりあえず話しかけてみて。適当なの？おっと、なんかスキルどんでてきた。街中だぞここ。街中じゃねえのかよ。血まみれで泣き叫ばせてやりなさい。出てきてるんですけどスキルトン。どうすんのさこれ。待て待て待て、今俺デストラップの余波を浴びたんじゃね、もしかして。結構ね、自分で撃った。おっと、狙いはデストラップ。
メクロマンサーのスキルでね、長弾とかあるんですけれども、痛い。それね、跳ね返った弾丸ね、自分で撃って跳ね返るじゃん、弾丸。それ自分を食らうっていうね。せめてその判定ぐらいはなしにしてほしかったなっていう。使いづらいことこの上ないぞ。森か？なんか気球が、気球というか飛行船があんな遠くに。はいはい。ああ、ジョーは森に入ったよ。森の中は危険だ。俺も行こう。ちょっと待ってる。うさんくせえな、こいつなんか。もし、ティナだよ。おい、ゲームマスター。ミスタートークだ。ティナ、俺も混ぜてくれよ。トークさん来るの？オッケー、じゃあ門番の役やって。わーお、ワンタジーマスター。うざくなった。なぜでもな。トークさん、いきなり無茶ぶりですね。気球を破壊する。はい、気球。気球ね。狙いやすいのはこっちかな。あれを破壊すればいいのか。遠いんですけど、めちゃめちゃ距離あるよ、これ。あれよ？なんか面白いな、このダウンロードコンです。よいしょ。まあ、届かねえよな。届かないよね。どうしろって？なんかクローズされてますけど。おい、気球こっちに来ねえ限り。あれ叩き落とせねえだろ、ちょっと。気球、どっかおる？町の方に。まさかあれこっちに来るまで待っとかなきゃいけないとかそういうオチじゃないだろうな。なんかゆったりとこっちに近づいてきてるような気がするんだけどな。でもまだ遠いよな。鍵閉まってるしよう。気球を爆破する、爆破するはいいんですけど、脳みそも使ってけーな。どうしろって？ちげーよなー。これかー。はいはいはい、なるほど。もういたぞ。来た。飛行船落ちてきましたよ。で、まだ繋がれてるもんがある。だよな。これによると。あー、っていうか、マップの方を見りゃ早かったんじゃね？っていう話ですよね。それでは、飛行船をつないでるものね。弾丸取っとこう。よいしょ。どっか狙えるとこあっかな。あれか。よし、燃えた。はい、アウト。これじゃ村に危険が迫ってもわからないじゃない。なんでこんなことさせるのよ。ファンタジー。よし、クエストナンバー2だ。酒場に行け。はい、お次は酒場ね。トーグさん、ちょっと無茶ぶり多いですよ。気球、飛行船を破壊したい。どう見てもあれ気球に見えるんですけどね。酒場ね、酒場。
はいはいはい。この村酒場ないんだけど。ちょっとそれどうなの。ここが酒場だぞ。そんな適当な。さすがゲームマスター。こんな世界に入ったボルトハンターは大変だ。モクシーじゃねえか。ちょっとモクシーさんいるの。なるほど、ロールプレイでモクシーさん出てくるのか。女主人が困ってるようだぜ。話しかけろ。Yo, baby. 俺っちのでかいんだぜ。何が。どこにあるの。見えないけど。で、あの女が言ってたぜ。どの女。下ネタかい。無双さんと無双さんのお出ましか。無双無双かい。無双無双ってことだよ。わかるわ、自分で言ってんじゃねえか。下水なこいつら。どっか行けよ、今いいところなんだから。残念、どっか行くつもりもないぜ。なんか絵があるな。これはマーカスじゃね、もしかして。なんかプレイできるぞ。っていうかファンタジーの世界にスロットがあるっていうの、なんかこのね、まあ違和感はないな。あのドラゴン見たか、すごいな。ああ、あんた町の人か。そこら入ってきたのね。侵入してるよ、侵入しちゃってるよ。ほらな、やっぱ目視じゃねえか。冒険者さん、もう閉店なんだけど、この人たち空気読んでくれないの。追い出しちゃってくれる。荒っぽくてもいいわよ。荒っぽくていいんですね。オッケー、よくわかりました。殴るじゃなくてこっちで行こう。笑ってんね。HP ゼロっぽいんですけど笑ってんね。ありゃ。どう。ありがとう。ごめん、ごめんって。もうしない。約束する。去っていったぞ。バカ、ちょっと。おい、トークさんいいのかい。そればっかやな。爆発ね。客を殴って爆発させる？ちょっとおかしいぞ。客を殴って爆発させる。え、爆発しちゃうの？客が。そのお客さんどこ行きましたかね。おっと、はまった。お客さん、客逃げてね、もしかして。あ、逃げてら、やっぱターゲット移動しとる。なら先を読め。から行ったら勝ち合うんじゃないかなと思ったり。鉛玉を食らいなさい。鉛玉を食らいなさい。爆発させる。くそ。早い早い早い、やつ早いぞ。ふうじゃねえよ、畜生。あー、どうすんだよこれ。うまくタイミングを合わせて客を殴ったら銃じゃダメなのね。え、これ結構難しくない？結構なスピードで走ってんですけど、っていうか追いつけないんですけど。来るかな、こっちに。なんか来てる気がする。来てるな。うわ、爆発した。道具にゲームを仕切られてるじゃない。本当や、ティナさん頑張ってよ。面白いじゃねえか。よし、お前らは強いから森に入っておけ。単純だな、おい。お前らは強いから森に入っておけ。じゃあ森に入りましょうかね。まあでも、お、逆だな。こっちだ。森のある場所はこっちだ。ようやくか、なんか森に入る前に長かった気がするけど。よ
し、トウさん、終わりましたよ。そういや、直接顔を合わせるのは初めてだよな。あ、本当だね、そういえば。あんた、イカしてるぜ。ありがとう。では、新ミッション。次に吹っ飛ばすのは、拒絶怒りイニシアチブ。海、ティーナ、海吹っ飛ばすの。なんとかして。わかったわかった。ミスタートーグ、あんたは倉庫番よ。あ、マジで。ああ。マジで大好きなの。俺は門番のダーブリンだ。ダーブリンの道を開けてやろう。戻った。危険がいっぱいだ。道を知らなければ命はない。俺が案内するから中で待とう。なるほど、入っていったね。さてじゃあ森に入る前で一旦切りましょうかね。短いかもしれないけど、まあこまめに切っていきますよと。ではね、また次回タイニーティナとドラゴンの城塞続きをやっていきたいと思います。また見ていただきましたら幸いです。ではでは。